計11試合を消化した時点で唯一白星なしと苦戦が続く富山グラウジーズ第8節終了後はバイウィークに突入するため今節からのホーム3連戦で何としても待望の勝利をつかみたいところだ前節の信州ブレイブ・ウォリアーズ戦では勝利まであと一歩に迫ったベストメンバーが揃わない状況でマイルズ・ヘソンが10月14日以来の戦列復帰 1> 第1戦では彼が第4クォーターだけで4本の3ポイントシュートを沈めて追い上げの立役者となった。続く第2戦では最初の10分間で10点ビハインドを背負ったが、第3クォーターにペースを握って一時逆転に成功。しかし、最終盤に手滞い連続3ポイントを浴びて最終スコア79から83で敗れた。富山は第1クォーターから点差を離される傾向があるため、 まずは立ち上がりから全力を注いで流れを引き寄せたい。1試合平均86.9失点のディフェンス面も修正が急務だ。今節の相手となる島根スサノーマジックには得点ランキング3位の安藤誠也が健在。マッチアップが予想される宇都直樹、岸江周と水戸岳には40分間を通して相手エースを自由にさせない守備が問われる。 前節の島根は、ホームで川崎ブレイブサンダースに競り負けて連敗を喫した。中2日で迎える富山戦は、長時間コートに立ち続きつ安藤とニック・系の負担を減らして連敗から脱出したいところ。津山直弘、フルス戦となる晴山ケビンには、得意の3ポイントでオフェンスをけん引する活躍に期待だ。アウェー2連勝で中地区首位に立った川崎ブレイブサンダースは、 本拠地で新州ブレイブウォリアーズと対戦する。相手よりも高いディフェンス力を発揮して勝利するには、得点源となる外国籍選手を封じなければならない。新加入のトーマス・ウィンブッシュとロスコ・アレンが守備で存在感を示せるか。大学時代の先輩と後輩にあたる篠山流星 vs 石川海との対決も見物だが、最も注目すべき選手は、 新州でプロキャリアをスシーホース三河はウィングアリーナカリアにサンロッカーズ渋谷を迎え撃つ今シーズンから体制が様変わりしたチーム同士の対戦だ三河は4試合連続で80失点以上を喫しているため失点を減らして勝利を収めたいところ相手のウィークポイントであるリバウンド争いで優位に立ち セカンドチャンスを与えないことがポイントになるだろう。2節連続でフルスと対戦する石井康介には、攻守両面においていぶし銀の活躍を見せてほしい。広島サンプラザホールでは、5勝6敗で並ぶ広島ドラゴンフライズと佐賀バルーナーズが激突する。両軍はリーグトップレベルのディフェンス力がチームを支えているが、 高い攻撃力を持ち味とする選手がいることも魅力の一つだ。勝利の鍵を握るキーマンには、1試合平均16.6得点をマークするドウェイン・エバンスと同16.6得点のレーナルド・ガルシアを挙げたい。どちらのスコアラーが相手の剣士をかいくぐり、本来のパフォーマンスを発揮できるか。フミイコール小沼勝利 B1 台7節試合日程。 秋田ノーザンハピネッツ VS 仙台 89ers アットマーク・シーナアリーナ、秋田11月8日水曜日19時5分から群馬クレイン・サンダーズ VS 千葉ジェッツアットオープンハウスアリーナ太田11月8日水曜日19時5分から川崎ブレイブ・サンダース VS 信州ブレイブ・ウォリアーズアット川崎市等々力アリーナ 11月8日、水曜日、19時5分から。富山グラウジーズ VS ス島ネスサノーマジック、アット富山市総合体育館。11月8日、水曜日、19時5分から。三円ネオフェニックス VS 横浜ビーコルセアーズ、アット豊橋市総合体育館。11月8日、水曜日、19時5分から。 シーホース三河バーサスサンロッカーズ渋谷アットマークウィングアリーナカリア11月8日水曜日19時5分からファイティングイーグルス名古屋バーサス大阪へベッサアット名古屋市ビワ島スポーツセンター11月8日水曜日19時5分から名古屋ダイヤモンドドルフィンズバーサス長崎ベルカアットドルフィンズアリーナ11月8日 水曜日19時5分から京都ハンナリーズ VS 琉球ゴールデンキングスアットマーク片岡アリーナ京都11月8日水曜日19時5分から広島ドラゴンフライズ VS 佐賀バルーナーズアット広島サンプラザホール11月8日水曜日19時5分から宇都宮ブレックス VS レバンガ北海道 アットマーク部レックスアリーナ宇都宮。11月8日、水曜日19時25分から。アルバルク東京 VS 茨城ロボッツ、アット国立代々木競技場第2体育館。11月8日、水曜日19時35分から。